サブチャンネルご覧いただきありがとうございます。そうか、こういうのはやっぱり気になる方もいらっしゃるのだなということで、改めて燃費の計算どうやってるんですかっていうことに対して、ね、紹介したいと思います。これは先日ウェイサムズさんのスピードコンプやったやつですね。これどうやってるかっていうと、まずガスをね完全に抜きます。プシューっつって、で抜いた後重さを測ります。で ここがあの空のマガジンです。で空のマガジンからガスを入れたらこうなりましたよ。というわけで差し引き、まあ、9.5g あります。だから最初ガスはもう抜いておくんです。まあ、基本的にレビューの前にはガス、ね、もし何かの場合で出ちゃったら嫌じゃないですか、空打ちでもね。なので、まあ、基本ガスは抜いておきます。なので、まあ、そこからレビューの時に入れて測ると。でまあ、ワンマガジン打ちます。で、病の時ワンマガジンまず打つじゃないですか。で、打った後にまた重さを測ると、あの基本的にこれ、弾はない状態でやってますね。なんで、私のレビューって大体、弾入れる前にガス入れるじゃないですか。で、ガスを入れて、ガス入れた後に重さを測って、その後弾を入れているので、で、まあ、ガスの単純な重さが分かる。で、その後に、打ち終わったら弾は当然ないので、あの満タンの状態からワンマガジン打った状態。分かるので、それでワンマガジン分のガスが分かる。ウェイサムズさんってちょっとワイルドですからね。結構ワイルドなあの調理になってますね。そして33発なんで割ればワンマガジンの1発あたりの消費量が分かる。でそれをが分かればガス、ね、ワンチャージで 9.5 分入るんだったら1発あたりこれだったら何十発打てるみたいな。まあこれあくまでも計算なんで、実際やっていくと最初の生ガス出ちゃったりとかしてるので多分消費多いんですよね。だから実際の燃費はもっといいはずでもあったり、逆になんか後の方でね作動がちょっとガスを消費するような作動があれば、逆にまあ実際はこれは多い数になったりもするというわけで、まあ、あくまでも参考にしていただければという感じですけど、まあ、参考にはなると思うんです。これからいきなりもう俺1000発もね何百発打てるわけはないし、まあ多少誤差はあるにせよ、まあ、大体の一例として、ね、まあ、結果は出ると思うようにしてます。というわけでマックサバイの、ガスの消費量の計算はどうやってますかということについて簡単ですがお答えしてみましたね。え、ちゃんと温度、あ、そうか、改めて見たらガスマガジンの温度って書いてないですね。これバージョン7でしょ、8とかもあるのかな。じゃあ9はそれでいきましょうか。マガジンの温度書いてないです。4月、ここを自由に変えれるようにしたと、8はしたの。まあ、というふうに、ね、ここ無料体験会4月25とかに、まあ、いろいろ、どこのバックチャンネルやってますよっていう宣伝が入ってる。まあ、Twitter と。なんかこういうの、声に出して言うのがね、なんとなく。マルマーク、なんだろう、 P3C かな、プロペラ。まあいいや、それはまた置いといて、はい、そういうのやってますという感じですね。あの本当はね、なんかチャンネル登録お願いします、 Twitter、Instagram フォローお願いします、高評価お願いします。なんかね、ずっとあの見てるとみんなだって一緒なんで、たまに言う程度でね、まあ、こういうのに書いておけば、なんか、見る人は見るし、見なければ見ないでするので、なんかこれいいアイデアかなと思ってます。はい、というわけで、消費量の計算について紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。